心にイルハート。はい、どうもイルハートです。はい、というわけでね、今日はですね、なんか特にね何も言われてない回なんで、まあね、皆様お察しの通り、私もお察しの通り、あんま大体ねろくなことじゃないと思うんですけど。え、何ですかこれ。え、待って、内職。え、待って、え、内職って、その段ボールをこう組み立てていって、こう1個いくらとかでお金をもらうアルバイト的なやつですか。いや、落ちすぎでしょ。待って、あれですか、そのお金を私の運営費に回すとか、そういう感じの回なんですか。いや、待って、ちょっとそれは正直すぎない。なんか、イルハートの無駄遣いとか思わないんですか、こういうの。さすがに、なんしか言わねえじゃん。大好きって言ってるでしょ。はい、というわけでね、ダンボーラーイルハート、ダンボール系 YouTuber イルハートとしてね、こちらのダンボールを梱包していきたいと思います。で、何を梱包するんですか。これって前にあれですよね、大ボードゲームで出したイルハートグッズじゃないですか。で、なんか、それならさ、そうと言ってくださいよ。なんか、マジのガチで内職アルバイトしなきゃいけないほど追い詰められてるのかと思ってないですか。おぉ、ですよねー。おい、まずですね、これすごいですよ。このかわいいコップ、すごい。はい、まずこちらイルハートの紙コップ。いやね、かわいいね、イルハートのイラストを描いていただいたメガネさん、ありがとうございます。この紙コップを10個入りプラスイルハートのランダムブロマイドが1枚入ってるグッズになっております。これね、紙コップをこうタワーみたいにして飾るもよろしい。コップ、コップのさあ、ここにあるんですけど、これをここさ、中にこれなんかサイコロ入れて、シュ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 、どこだみたいなのをやるのも良しだと思います。で、こちらをですね、段ボールに入れまして、と入れまして、で、イルハートの特製シールを貼りまして、完成できました。いやー、なんかね、いくつかのね、箱にはイルハートの髪の毛が入ってません。ホラーじゃない？紙コップの隙間から髪の毛。てるるんじゃない？はい。次はですね、イルハート、ペアサイコロー！いやー、これもですね、めちゃくちゃ可愛いイルハートのね、絵柄のサイコロになっておりましてね。いや、これはですね、あれなんですよ。数もすごい少なくてね、超貴重なやつです。これをね、なんかこの、何？ペアリング入れるやつみたいな。ここに入れて、あれですよ、マリッチサイコロ的な、こうパカッパカッみたいな感じでね、楽しんでもらえると思うんですよ。まあ、誰にやるかは知らんけど、うん。え、でもね、これね、サイコロ本当に可愛いんだよ。数字が全部ハートになってて、で、入れ物もね、なんかすごい、なんだろう、ハート型になってて、すごく可愛いやつでございます。いやー、この入れ物のね、中身のサイコロを抜いて、
今度あのイベントとかでさ、イルハートと会うときにさ、こうなんか何指が入ってたらロマンチックですよね。指は指は取れたらあかんやつや。はい待って、受けるはい、ではこんな感じでね、イルハートも梱包を手伝っております。こちらのグッズをですね、ブースで販売開始いたします。パチ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 、この動画の発表時にはあのブースでね、販売が開始されてると思うので、もしよかったら見てみてください。まあ、今後そのブースではね、イルハートのボイスなんかもね、売っていこうかなーなんて予定もあったりするんでね、あのイルハートの皆さんはあのこまめにチェックをお願いいたしまーす。いやー、あ、そうそうそう、あのちなみにですね、あの今回のグッズ、これ以上生産予定がないらしい。めちゃくちゃ限定品なのでね、どうぞよろしくお願いします。ちなみに紙コップにサイコロを入れて振るとこういう音がしまーす。よろしくお願いしまーす。バイバーイ。イルハートが作りたいグッズとかある？あのね、あるんですよ。私ね、あのね、あのね、イルハートって名前が入って私の顔が書いてあるお菓子が欲しい。欲しいじゃない、作りたい。いやー、イルハートチップス、イルハートチョコレートみたいなやつを作りたいんですよ。だってそしたらさ、そしたらさ、絶対さ、あのこれもうすぐ販売しますって言ってくれるじゃん。なんか自分のさ、名前が入ってた食べ放題みたいなとこあるじゃないですか。そういうの狙っていきたいですよね。以上